ガンバは今日がグループステージでの戦いとなります。この時間はガンバ大阪対ナサフ、こちらの一戦をお届けいたします。素晴らしい熱気に包まれたスタジアム、このサポーターの後押しを受け両チームこのゲームに挑みます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。 AFC チャンピオンズリーググループステージ、ガンバ大阪対ナサフ。このゲームは 4-5-1 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何を意図するんでしょうか。そうですね、特に中盤の形成ですよね、この右左に位置するサイドアタッカーですよね、これが一つのポイントになりますよね。シュート、きた、先制、ガンバ。宇佐美、マークを外す動き、落ち着いたフィニッシュ、素晴らしいゴールでした。そうですね、今のはラストパスが良かったですよね。あのタイミングで出されるとディフェンダーとしては一歩対応が遅れてしまいますよね。フィニッシュもキーパーの位置をよく見て落ち着いて決めましたよね。さあガンバ、この時間に先制に成功です。しかしいいゲームの入りになりましたよね、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど。藤原、ガンバは現在ファーストハーフ中盤で1対0とリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。今は状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目ですよね。スルーパスを狙う、折り返します。ここは抑えました。宇佐美、キム・ヨングウォン。ガンバはボールをキープしながら攻めるというのが特徴なんですが、ポイントはどのあたりにあるんでしょうか。ポゼッションを高めると主導権を握れますからね、自分たちがボールを持って相手の守備が崩れるのを待ってチャンスにつなげるのが特徴ですよね。なるほど。そうなるとやはり選手のテクニック、これ当然必要になってきますよね。そうなんですよね、ただボールを出すんじゃなくて次のプレーがしやすい位置にパスを出すんですよね。なるほど。こういう細かいところの選手同士の呼吸が大事になりますよね。テクニックだけではないチームの連携が大事ということなんですね。どうだこのシュート、もう一度来たー、ガンバ。さあさらに点差が開いています。ファンウィジョがこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね、きっちり決めてきましたよね。次のプレーの予測ができていて素晴らしいゴールですよね。さあガンバ、さらに1点を追加し2対0としています。ガンバとしてはこれでさらに試合運びがしやすくなりましたよね。2点のリードはメンタル的にも大きいですよね、非常に重要なゴールになりましたよね。柔らかいボール、お、これいいですよ。大森、遠藤、三浦へ、米倉、
サイドへ家永、井出口へ、ここで笛、前半が終わりました。さて北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは 2-0 は絶対じゃないんですよね。特に45分で 2-0 というのは一番危険な点数でもあるんですよね。 AFC チャンピオンズリーググループステージ、ガンバ大阪対ナサフ。ガンバが2点を先取して折り返します。後半参りましょう。大きく前線へ、三浦、このボールをカットします。米倉、遠藤、米倉、キム・ヨングォン、藤原、井出口へ、宇佐美、仕掛けるか、スターチャンス、遠藤、ガンバがこのセカンドハーフ序盤を2点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか。そうですね、まだ時間はありますから、守りに入るようなタイミングではないですよね。得点差も考えつつ、自分たちのペースで試合を進めたいところです。シュート、決まった、追加点、ガンバ、さらに突き放します。これで3ゴール差。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。いや、カウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。さあガンバ、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。三浦、もう一度中へ、キム・ヨングォン。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ガンバとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。藤原、インターセプトを狙う、遠藤、藤原、米倉、井出口、今日の試合でアシストを記録しています。藤原、遠藤、遠藤から右サイド、遠藤から家永、このパスを受ける、どうだ、狙えるか。タイミング合いませんでしたね。サブスタチューション、ナサフがここで選手を変えるようです。このタイミングで起用です。これは楽しみじゃないですか。途中交代は試合に入っていくのが想像以上に難しいんですよね。でも彼は流れを変えられますからね。注目ですね。キム・ヨングォン、大森へパスをつなぎます。宇佐美、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。来た、これはどうだ、フリーで受けた、これを読んでいた、笛です。3対0、
ガンバ、敵を全く寄せ付けない強さで勝利しました。ファンウィジョ、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。ガンバとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。